はいどうも皆さんこんにちは。ですということで、皆さん、第109回タワー、どうでしたでしょうか。僕はね、最高順位、そして最高レートと共に更新いたしまして、非常に嬉しいというような感じです。はい <laughs> で、まあ、今回使った編成がこれなんですけども。 まあ結構キャラゲーしてますよね、まあ、グラスはねまだあのジュダとか入れてる感じなんですけどもまあラインズマンシャルロットとねあのルカを持ってるということで結構キャラゲーしてあの上の方に行くことはできたんですけど186位ってもうすぐランカーやんと思ったんですよ思ったんですけど最後タワーのボーダー見たんですよ100位。 のの人のレートね100位の人のレート2680ぐらいありました遠すぎます <laughs> マジで遠すぎます220もこれ以上上げなければいけない230かな230上げてえげつなないですかこの86位の差を埋めるのに286も上げなあかん286ねそれあの220ぐらい上げなあダメなんですよ これはもうちょっと結構絶望的やなと僕は思ったんですけども今回僕めちゃめちゃキャラ揃ってるんですよほんまにあの PS 高い人がねこの編成を使ったらね普通にランカー取れるようなキャラたちを持ってるんですけどもあのー、めちゃめちゃやったんですよ試合試合めちゃやったんですけどもあの PS が足らなくてね勝てないという試合がいっぱいありましたなので今回はまああのこんぐらいの順位なんですけどいつかねランカーなってみたいなとは思うんですけどもまあめちゃめちゃ遠い将来になる でしょうね慣れたとしてもでまああのー、今回ですねこの第109回タワーで一番楽しかった試合っていうのを皆さんに見せていきたいなと思います僕のチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので興味がある方は是非チャンネル登録してくださいあとメンバーシップ始めましたはいというわけで、まあ、この試合が一番楽しかったタワーですねタワー <laughs> 一番楽しかった試合ですねはいまあ 僕が今一番驚いてることはですねまだ金のスカルマグナーが来てないっていうことなんですよ <laughs> いや遅すぎませんえもう一週間ぐらい経ってないもう今日来んかったら明日いやでもなんかシーズン戦の更新って火曜日終わりで水曜日に始まるみたいな感じだったから水曜日説もあるよなこれ水曜日にも来んかったらもう後編のちゃうかなと思うんやけどてかもう来てもよかったよなほんまに今日ってか明日ぐらいには来てもおかしくないよね明日明後日には来ると俺は信じてるよ <laughs> いやマジ驚きやったあともう一つ驚いたことが雪コート追加されたね第110回タワー今回のタワーからいや早くないだってまだ今10月とかやんな確かえそうやんな多分11月のイメージないもん今あそうそうハロウィンまだ来てないもんなそう いいや早くない11月にもなってないのになんか雪コート追加されてさ雪コートなんか追加されたらさ俺もう上の方行かれへんよ <laughs> 雪コートのなんかルールみたいなんがなんか燃焼無効みたいなんで凍結レベルプラス1やねんほんでドリンク取った時になんか移動速度アップするみたいななんかそういうルールがあんねんけど それはそれで鬱陶しいや、割と。<laughs> 結構嫌いなんや。それドリンク取った時に土速度上がられたらもうなんか決まれへんみたいな。永遠になんか続くみたいなことになるし、これ凍結向こうのキャラもおるから、そんな凍結レベル上がったところでみたいな。打球後向こうのキャラも多いしみたいな感じでね。あれなんやけど。あ、というかこれ、この試合ちょっと見てほしいねんけど、結構ファルファラルカ対策やねん。あのー ファルファラのこのギミックで当たるとノックバックと SS ゲージダメージを与えるっていうものやねんけどルカはノックバック向こうやからノックバックは専門の当たるとあの SS ゲージダメージが与えられるっていうのとダメージがエグいよマジであのこの何やって言うっけスカルマグナを持たせたファルファラ、うん、だから結構ルカに困ってる人はありなんかなとも思った、うん、そう結構きつかった普通にも枯れるしただまあファルファラもそこまで決めてはないからまあ微妙なんかもせえへんけど、うん、まあ皆さんの あれ次第や、ね、全然もうルカに勝たれへんっていう人はでファルファラ持ってる人は一回試してみるもありなんじゃないかなと俺は思うねほら見て227ダメージ受け取ったら今見たほんで普通127とかえぐいやろもう体力カレカレな状態なんよほらもうこうなったら取られへんよねええー、こっち打ってきたらなんで <laughs> まあまあとりあえずあの結構枯らしに弱いんですよルカなのでまあルカと共に編成に入れるとしたら銀さん割とありかなと僕は思っておりますはい まあね何回もあの説明はしてるんですけどもあのンさんを、まあ、前まで入れとった理由はですね仲間にゲオルグとルカを入れてたっていう点が大きかったんですよ。こののさんの リーダーダスキルがですねスタミナ消費マイナス10%っていうことでルカにめちゃめちゃ良くて男気レベルプラスプラス3っていうか男気レベル3に達成するために必要なリーダースキルででもあのー、ルカもそんなリーダースキルなんですよてかそんなてか同じリーダースキルなんですよなんで銀さんにしてるかっていうとそのもう一人の仲間であるゲオルグが問題なんですよゲオルグをねオバフロゲオルグとして使うためにですねリーダーをスタミナタイプにしなければならないのであの銀さんをリーダーにしてたっていう感じですこれでまあ初めは仕方なしね あのそのリーダースキル枠で入れてたわけなんですけども結構使えるということに気が付いたわけですよこの何打球効果無効もあってリルテッドを防ぐことができるあとこういうダメージ系のキャラにすっごい相性いいんですよもうダメージを受ければ受けるほど速い球を飛ばす頻度が上がって相手はなんかちょ,ちょっと怖いんですよほんまに3打球にいっぺんぐらい2打球にいっぺんの時もあるんですけど そのペースで速い球ボンってこられたからこうやって空振ってしまうんですよ。ほんで性能知らない人もたまに折るっていう。ほんでこれ打球簿が向こう先ついてる言うたじゃないですか。これを覚えてないと結構多くてリルテッド打ってきたりとか、そういうの結構大きかったりするかなと僕は思います。で、まあ、あの銀さんのラケットね、浮力効果向こう、あ、打球簿か向こうかのラケットにしてるんやけど、銀さん SS 打ったら打球効果向こうなのになんでそんなんつけてるんですかっていう人おると思うんですけども、あのー、あれなんですよ。銀さんで S s 打たないと打球効果向こうならないんで、SS 溜まってない状態でね、リルテッドとか 凝られてしまうて結構積んでしまうのでまああの銀さんのラケットはこの ラケットにしてててたらまあ結構勝てるっていうようよな感じですね、ま、でもう一人ね、僕、あのー、まだ動画で紹介してないんですけど、ってか紹介するか分かんないんですけども、あのゼロキスを仲間に入れております。今ね、ルカ、銀さん、ゼロキスっていうことで、なんでゼロキス入れてるかっていうと、まあ、男のキャラに結構強いんですよ。ほんで僕の編成ね、結構、まあ、ルカがですね、ルカが男のキャラにめちゃめちゃ弱いわけですよ。<laughs> なので、あのー、ケンとかね、あと仁王とか、そういうのは結構ルカじゃ厳しかったりするんで、それを対策するためにゼロキス、結構活躍しました。あのライブ配信の時にね、ゼロキス結構 いいよっていうことを教えてもらって入れたらねもう普通に、ね、勝てるようになったんでねもうめっちゃ良かったかなと思いますあほんでね僕はあのタワーのなんか何勝率みたいな計算したんですけどクレイは72%でグラスは60%でハードはえっ、ー、と50何やったんですよシャルロットラインズマンシャルロットゲットするのが結構最後の方やったんでまあ、最後の方最初の方ねラインズマンシャルロット入ってない編成であの結構負けとったんであのそんぐらい勝率になってるだけやと思うんですけどもあの まま結構ラインズマシャルと活躍しましたでもその初めの方にゲットした人と比べたらやっぱり使い方とかもあんま分かってないわけだから一応めちゃめちゃ研究したんですよ一日中その上手い人のラインズマンシャルロットの動画見たりやとかそれを見て実践したりとかいろいろしたんですけどもあのそれでまあそこそこ使えるようにはなったんですけどやっぱりね負けるときは負けるとなのであのまあそこまでめちゃめちゃ勝率上がったわけではないですけどまあ、でも結構よくはなりましたよね。うん んで、この、エレノアのギミックが初めてうざいと思った <laughs>。こんなに SS 打たれへんねんやってなった。え、俺マジこれ初めてやと思うわ。え、みんなこれ経験したことある俺今までなかったん多分。多分な、え、なんでやろ体力枯らされてるからずっとショートの上歩き続けなあかんっていう状況ができてるなんから、なんかな。ちょっとわからんねんけど、とりあえず、ちょっとびっくりした。エレノアのギミック、え、弱くねってずっと思ってたんよ。え、これいらんやんとか思ってたんやけど、 強いねってなった <laughs> ほんでめちゃめちゃ銀さん活躍してんなこの試合 <laughs> 相手が体力カラス系のキャラとかやったらほんまにいいよ、まあ、ラインズマンルーシェとかもめちゃめちゃかもやからね <laughs> あと仁王もいけんこともないまあ結構フリーちゃんフリーやねんけどでも一応打球帽子向こうあるから吐き抜きは食らえへんから打ち上げることはないだからまあ割といけるかなとも思う思う,うんだから銀さんマジで持ってる人は使ってくださいね <laughs> マジでおすすめっす よいしょ。え <laughs> っちゃ危ない。そう。で、まあ、ニオウ結構ダメージ。割と与える系のキャラ。だから、ダメージ。あのー、ニオウってフォア側で打つとダメージが上がるみたいな多分能力あるんですよ。確かね。だから、 わざとフォア側に打ってですね、ダメージいっぱい受けて、すごい頻度でこのカメハメハを打つことをお勧めいたします。ほんで、これ、ファルファルのギミック、結構わざと当たってる感じ、まあ、あんまり当たらんよ、ほうがいいかもしれないんですけど、わざと当たることによってダメージを受けて、このカメハメハを誘発する。誘発するなんか何回も打つっていう、ほら、見てこういう感じ。で、やってあげると、ほら、相手がいつかミスるっていう感じになるんで、結構早いんでね、銀さんのこれ。なので、あ、しかもこの、何、ギミックが。 邪魔で動きにくいいっていうこれ結構銀さんは普通にノックバするんですけどあのあ、ー、あれなんですよわお <laughs>、あのー、初めに潰しておけばそんなに怖くないって普通のラリーの時にあのー、そのギミックさえ潰しておけばそこまで問題は発生しないので結構そういう戦い方もありなんじゃないかなと思います。あと結構銀さんん走り早いんで 戦いやすすくもありますかね結構ロブレンあのエレノのアのさスピンの精霊あるやんかあれスマッシュめっちゃ速いなるやんかあの赤色のバーンくるやつなあれも普通に銀さんロブレンで取れるもう走り速すぎて余裕で取れる多分この試合のどっかでそういう場面があったと思うねんけどあのー、ちょっと見逃してしまったんやけどね <laughs> けど多分いい感じに速くてロブレンできてるかなと思うもしかしたらこの試合じゃなかったからなかったかもしれんけどそれはちょっとごめんねまあとりあえずねあの足走りめっちゃ速いんですよ <laughs> そう でまあ、結構俺ルカミラーはね、紙ってて、うん、結構いいですよね。で、まあ、ルカに関しては絶対ね、あのギアとかあの厳選してほしいんですよ、じゃないとまあ、結構点差開いてしまうので、まあ、このギアを厳選してるかしてないかで、ね、結構ね、勝率が変わってくると思うんで、マジでルカ当てた人、ってかもうマジでみんな当ててほしいんだけどマジで強いからね。だから、あの、ギア、厳選する方、あのー、動画前に出してるんでね、ルカのギアみたいな、ルカギアキャンや出てしまう多分出てきますわ。それでまあ、 調べていただけたらなと思います。まあ、覚えてたら概要欄入れておきます。はい。おい <laughs>、まあ。結構強いですよね。多分これ、オンザラインで決めた感じですね。まあ、男気レベル3になると、オンザラインショットが打てるということで、めちゃめちゃ強いです。しかも、まあ、ヘリアブライトもたしてたらね、もうあえて取ること、まあ、ほぼないですね。取られるときもたまにありますけど。ほ、うんで、ね、これ、ボーンって言っはい。めっちゃ楽しかったです。これ、10分ぐらいの動画やった。動画っていうか、試合やったんですけど、めっちゃ楽しかったです。